決定がお貸しくださいね。さあそしてこちらのリングを投げていただきたいんですが、皆様バラバラに投げますとイルカちゃんたちもわからなくなってしまいますので、私がせーのと言いますのでそれに合わせて投げていただきますよ。お願いいたします。さあそれでは皆様準備は大丈夫ですか。さあそれではリングを用意してくださいね。いきますよ、せーの、それ。はい、どうぞプールの中に投げ込んでください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。皆様とても上手に投げていただきました。はい、ありがとうございます。さあそして、はい、皆様が投げたリングをイルカくんたちがしっかりと集めてくれていますよ。さあそれでは残りのリングもしっかりと集めてもらいたいと思います。さあそれでは残りのリングは準備くんがしっかりと集めてくれるようですよ。さあそして集めたリングはしっかりと私たちの元へと届けてもらいたいと思います。はい、それではまずは1個しっかり集めてくれましたね。さあ残りのリングもしっかりと集めてくれました。さあこれにて10本のリング全て集めることができましたね。さあそれでは、はい、先ほどまでとても寂しげなクリスマスツリーでしたが、お客様とイルカくんたち協力をして可愛らしいクリスマスツリーの完成となりました。皆様ご協力ありがとうございました。さあそれでは今度はイルカくんたちの大きな体をご覧いただきたいと思います。皆様の目の前のステージへとお邪魔しますよ。はい、それではイルカくんたち元気にやってきてくれました。最後の賞を頑張っているのはバンドウイルカという種類のイルカくんたちです。頭のてっぺんには穴が開いています。さあこちらはイルカくんたちの鼻の穴、呼吸口なんです。イルカくんたちは泳ぎながらも息継ぎがしやすいように頭のてっぺんに鼻の穴が開いているんですね。さあまたとっても大きな体をしています。体長は3メートル、体重はなんと300キロ以上もあるんですよ。大きな体しっかりと見せてくれました。どうですか。それでは今度は向きを変えてアボくんがこちらのステージへと横向きで上がってきてくれますよ。はい、アボくんやってきてくれました。さあイルカの体ご覧いただきますと、前から胸びれ、背びれ、尾びれと3つのひれがついています。魚とよく似た形をしていますが、魚とは尾びれのつき方、動かし方が違っているんです。魚は体に対して下手についた尾びれを横に振って泳ぎますが、イルカくんたちは体に対して横向きについた尾びれを上下に振って泳ぐんです。この泳ぎ方をドルフィンキックと呼んでいまして、時速40キロのスピードと華麗なジャンプはこの尾びれの力を使うことによって見せてくれるんですよ。はい、ラボくん大きな体しっかりと見せてくれましたね。さあそしてイルカの体の色にもご注目していただきますと、背中は黒く、お腹は白っぽい色をしています。実はこの色にもしっかりとした意味があるんです。泳いでいるイルカたちを上から見下ろしますと、背中の黒色は深い海の色に溶け込んでイルカたちの姿が見えにくくなります。また反対に泳いでいるイルカたちを下から見上げますと、お腹の白色は明るい水面の色、空の色に溶け込んで、これもまたイルカたちの姿が見えにくくなるんです。この色をしていることによって、餌のお魚には上手に近づくことができますし、天敵となる動物にも狙われにくくなるということなんですよ。大きな体、そして白いお腹もご覧いただきました。それではここからはイルカくんたちの得意種目を見せてもらいましょう。まず頑張ってくれるのはラボくんです。まずは大きな体を生かしてハードルジャンプに挑戦ですよ。さあそれではラボくん、しっかりと準備ができたようですね。さあそれではお兄さんが持ち上げた白いバーの上、聞こえられるかな。はい、さあ続いてもラボ君が頑張りますよ。今度はツルツルスレスレの鼻を生かして頑張ります。なんとこのステージで回ることができちゃうんです。さあそれではラボ君、もう一度頑張ってもらいましょう。得意種目ボディースピン。はい、ラボ君見事なスピン見せてくれました。
イルカは私たちと同じ哺乳動物の仲間ですが、水の抵抗を少なくするため体には広い肛門はありません。ツルツルスベスベ、ゴム長靴のような鼻をしています。そして体の形も流線形といいまして、水の抵抗の少ない形をしています。この流線形の形とツルツルスベスベの鼻を生かせば、速度40キロ以上で泳ぐことができますし、華麗なジャンプもお見せることができるんです。カバくん、しっかり頑張ってくれました。それでは今度頑張るのはジェミニ君です。まずはラボ君が見せてくれたハードルジャンプに挑戦ですよ。はい、それではジェミニ君も先ほどラボ君が見せてくれたハードルジャンプから挑戦していきます。さあ、それではジェミニ君もこちらの白いバーの上、しっかりと飛び越えることができるでしょうか。はい、それではジェミニ君もバッチリ飛び越えることができました。さあ、イルカにとって物の上を飛び越えるということはとっても勇気がいることなんですが、ジェミニ君もしっかり頑張ってくれました。はい、ジェミニ君もハードルジャンプしっかり決めてくれましたね。それでは今度もジェミニ君が頑張りますよ。今度は自慢の尾びれを使った種目、テールアタックに挑戦です。はい、それでは最後はジェミニ君が自慢の尾びれを使って頑張ります。さあ、こちらのビーチボールをジャンプしながら尾びれでアタックする種目です。さあ、難しい種目となりますが、ジェミニ君には慎重に頑張ってもらいましょう。さあ、それでは揺れているビーチボールよーく狙って、はい、それではジェミニ君、なんとかアタックすることができましたね。さあ、ジェミニ君は泳ぎながらもビーチボールを横目でしっかりと確認していましたので、とっても命中率がいいです。さあ、見事なアタックバッチリ決めてくれました。はい、ジェミニ君少しギリギリではありましたが、アタックしっかり決めてくれましたね。さあ、ですが、そろそろイルカ君たちとはお別れの時間が近づいてまいりました。最後にイルカ君たちに息の上がったところを見せてもらいたいと思います。レッドフルジャンプです。はい、それでは人のイルカ君たち元気に飛び出してまいりました。さあ、僕たち頑張りましたよ。皆様に応援ありがとうのジャンプです。さあ、今回ショーを頑張ってくれたのは男の子のマンドウイルカ、ラボ君とジミニ君です。さあ、それでは2頭のイルカ君たち、しっかりと頑張ってくれました。さあ、頑張ってくれたイルカ君たちにはしっかりとご褒美です。さあ、このご褒美をもらいました後、イルカ君たちからは最後に皆様へとお別れのご挨拶がありますよ。さあ、イルカ君たち一体どんなご挨拶を見せてくれるでしょうか。さあ、それではトレーナーの右手が振られますと、見えてまいりますのは自慢の尾びれです。この尾びれありましてな、お別れとさせていただきます。さよならさよならと可愛らしく振られていますところで、イルカショー終わらさせていただきます。本日はイルカショー最後までのご観覧誠にありがとうございました。本日はイルカショーのご観覧誠にありがとうございました。